はい、どうもんじです。今日は2023年1月27日、金曜日、11時53分に撮影してます。はい、ということで今日は、セクシーゾーンのね、佐藤勝利くんが、初めての熱愛報道ということで、で、お相手の方もね、一般人ではなく、有名人ということで、お名前がわかりましたので、お二人の名前をね、生命鑑定していきたいと思います。で、結婚前の名前と結婚後の名前比較して、見たんですけども、名前からかなり結びつきの強いものを感じましたので、これは結婚まで多分間もなくかなと思いましたので、はい、ということで早速ご覧いただきましょう。さあ、ということで今回は、アイドルグループセクシーゾーンの佐藤勝利さん26歳と、オーサムシティクラブのボーカル、ポリンさん、本名、土下美穂さん32歳ね、生命鑑定していきたいと思います。で、1月26日に配信されたフライデーの記事でね、もともとオーサムシティクラブのファンだった佐藤勝利さんが、去年の5月にミュージックステーションで共演した際に、ポリンさんと連絡先を交換して交際に発展したということでね。で、ポリンさんは、週のほとんどを佐藤さんの自宅で過ごしているということでね、フライデーされていたということなんですけども、はい、ということでね。で、名前を調べたら佐藤勝利くんは本名ということでね、ポリンさんも、実名が分かったので、今回はちょっと相性鑑定ということでね、早速鑑定結果をご覧いただきましょう。はい、ということで、佐藤勝利さん26歳、数理は赤文字で、三歳配列は競争配列、符号札は本札と法札と天札があって、勝という文字は異名字です。で、お相手の彼女ね、土下美穂さん32歳、数理は赤文字で、三歳配列は吉祥配列、符号札は天札。はい、で、僕はね、まあ、この名前を見てまず思ったこととして、で、彼女はね、吉祥名なので、自分の思い描いたことを確実に取りに行ける人なんですよ。そして彼女の最大の引きの強さは、吉祥名特有のね、この強運がもたらしていることで、数億万分の1の確率で、まあ、佐藤勝利くんの行為の矢印がまっすぐ彼女を目指して向かってて、で、彼の行為の矢印である外角の5行にある14角はね、彼女の人格の14角をまっすぐ射止めていることがわかります。だから彼からしたらもう彼女しか見えてない状況で、そうで、一方彼女の行為の矢印である外角の5行であるこの6系統の土の5行がね、彼の名前どこにもないので、彼女は彼を求めていないというところから恋愛に発展していて、で、彼女の名前は本来相手に向けられるべき行為の矢印である土の5行がね、U ターンして自分に向かっていることがわかります。したがって彼女は自分のことを好きになってくれる人を好きになるという特徴がある。だから彼女にとって、まあ、彼はガジ勢なので、自分のことを誰よりも理解してくれ、してくれる存在としてね、尊い人という、まあ、関係であることがわかります。はい、で、彼はもう彼女しか見えてないので、結婚視野に未来を 見据えているのかなと思うんですけども、彼女は結婚して佐藤美穂という、まあ、結婚したらね、佐藤美穂という名前になるので、結婚して宿命転換して別人格になった時に、彼女は誰を求めていくのかなというところでね、結婚後のお名前の方をご覧いただきましょう。はい、ということで、結婚後のお二人のお名前なんですけども、まず彼女ね、結婚して佐藤姓になると、彼女の外角にある5行の3系統のね、火が勝利くんの人格33角と、
結びつきがあって、でその勝利くんの5行の外角の5行の4系統の日もね、彼女の総角の3系統を求めていることがわかります。そう、お互いがお互いに求めているものが同じということで、相思相愛の秘話であることがわかります。しかも土穀水の関係なので共依存になってしまうと、お互い根っこの部分を見てね、いくと勝利くんが19角、これ地角ね、地角が19角の水の要素、彼女の地角は15角の土の要素なので、監視観察束縛、執着の対象となってがんじがらめになって離れなくなるのかなと。そうで、彼はね本札を背負ってるので、まあ、背負い込んで、しかも宝札もあるので、二度と元には戻れない状況に身を置くこととなると。そして天札があるので、突然何か思いがけないことが起きるということでね、彼はやっぱり運命の出会いを果たして、で彼女と一緒になった時に今まで築き上げたものをもしかしたら手放すことになるのかもしれないですね。はい。まあ、ただね、本当に数億人分の1の確率で名前が結びついているので、盲目的な恋愛から共依存に発展して人生のパートナーとなってね、お互いがお互いに結婚視野に入れていく関係になるのかなと思います。はい、ということで温かくね見守ってあげてほしいと思います。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。